スーパーテクニック、いきなり登場するのは度肝を抜くスーパーテク。初級コースのみで可能なピットショートカット。ピットの壁のあるポイントを擦りながら抜けるとピットをぶっちぎれる。非常にタイトなテクニックなのでポイントを要チェック。Slowing down and coming to a stop. それじゃあもう一回だけ。Rocket start. ブレーキとアクセルを同時に踏む。アクセルはイエローゾーン、7000回転ぐらいが good。スタートでブレーキを離し、アクセルベッタ踏み。これでロケットスタート。シーでもロケットスタートをすればタイムアップ間違いなし。スリップストリーム、車の後ろにつくと空気圧の影響を受けない後続車はグーンとスピードアップ。例えばこれ、マシンの最高速度325キロを超える335キロを出している。これがスリップストリームパワー。プッシングアウト、対戦モードの時絶対必要なのがこのプッシングアウト。相手の車を弾き出したり押し出したりするスーパーテクニック。ただしグリーンサイドに押し出す時は要注意。自分もグリーンに捕まっちゃうと大きなタイムロスになる。デイトナは格闘感覚あふれるレーシングゲーム。 Go push it。 A new winner. Emergency measure. スピンした時素早くレースに戻るには逆ハンドアクセルコントロールが大きな武器になる。逆ハンを当ててアクセルオンで車の体勢を立て直す。これも対戦の時に便利なテクニック。 And it's coming back to the line。勇気ある者はタイムに R のマークがつく。このスーパーテクをマスターせよ。